どうも皆さん こんにちは。社会企画分野の教授の木原でございます。私の方からは2つの、グローバル生存学大学院連携ユニットと、それから人間の安全保障関係のプログラムについてお話をしたいと思います。まずこのグローバル生存学大学連携ユニットでございますけれども、これは先行上お話もありましたけれども、当社会健康学系専攻では他の部局とさまざまな教育活動を一緒にやっておりましての一つでございますけれども、これはその右側にあります9の医学教育経済等を含む9の研究活動として、3つの研究所と連携して提供している5年一貫の教育プログラムでございます。ここの趣旨はですね、現代の人類社会の中にはさまざまな災害、例えば地震、津波に象徴される自然災害、それから福島に象徴される人為的な災害ですね、それ以外にもさまざまな食料、水とか食料の安全の問題であるとか、あるいは地球環境に伴って感染症が世界的に流行するとか、そういったさまざまな災害が満ちた増えていく社会に生きているわけですけれども、そうした中で持続性のある社会を実現するためには、専門家の在り方もですね、また変わる必要があるということが指摘をされておりまして、一つの専門家だけではなくて、より幅広い分野への知識と経験を持った専門家を育てて、そういう方がさまざまな分野との協力ができるような、そういう人材を育成したいということでございます。これは全て英語で行われるものでございまして、そのいわゆる座学の授業だけではなくてですね、その各海外でのフィールドワーク、インターンシップにも行っていただくということで、かなりハードなものでございますけれども、専門職学院課程の皆さんがまず5年間参加できますし、またその博士後期課程に入られた方も編入で入ることができます。もう5年間やっておりまして、あと2年しか残っておりませんで、あと2年間につきましては、毎月の研究奨励金とかですね、あるいはその研究活動資金というのを提供して、あちこちに行っていただくことができますので、ぜひ興味があればですね、私のところに連絡していただければ、さらに詳しい内容をご説明申し上げます。次に、世界の大学展開力強化事業における人間の安全保障開発連携プログラムでございますけれども、その人間の安全保障ということで同じような目的を持っておりますけれども、それをその京都大学と海外の大学とのダブルディグリープログラムによって実現をしようという、そのような趣旨でございまして、ダブルディグリープログラムといいますのは、京都大学とそれから他の大学との学位を同時に2つ取ることができるというものでございます。現在京都大学と ASEAN の26大学とで始まっておりますけれども、社会教育学系専攻はタイのチュアロンコン大学と、そしてマレーシアのユニバーシティマラヤとの間で、ダブルプログラム具体的に今年から始めておりまして、現在、マラ大学から2名の学生が、来学して勉強しておりまして、またこちらの大学からも1名来て勉強しております。そしてその社会教育学系専攻からは1人の学生が現在、マラ大学に留学をして、勉強しているということでございますので、ぜひこうしたその海外での学位取得といったことにも興味ある方がいらっしゃったらですね、今日は時間ありませんので詳しくお説明できませんけれども、ぜひ私のところに来ていただければ、さらに詳しい内容をご提供したいと思います。以上でございます。